中須賀克行は、福岡県北九州市出身の、モーターサイクルロードレースライダーである。2019年現在全日本ロードレース選手権、JSB1000 クラス出場中。3歳から12歳まで、ポケットバイクで遊んでいたことからライダーを夢見るようになり、地元の九州国際大学に通う傍ら、ロードレースに参戦するようになった。憧れのライダーは、ウェイン・レイニー。 キャビン・シュワンツ、吉川渡る。2000年から2004年まで全日本ロードレース GP250 に参戦、2005年からは JSB1000 クラスに転向し、2008年2009年2012年から2016年までと7度のタイトルを獲得している。また、鈴鹿8時間耐久ロードレースでは2015年から4連覇を果たし、 1993年から3年連続で優勝したアーロンスライトの記録を更新した。2018年は決勝前日の点灯による負傷で出走はできなかったが個人及び同一チームでの4連覇という記録を打ち立てた。中須賀の世界 GP デビューは2011年の最終戦バレンシアで負傷したホルヘロレンソの代役として参戦、6位でフィニッシュした。 2012年はワイルドカードで日本 GP に参戦9位でフィニッシュしている最終戦のバレンシアにも負傷したベンスピーズに代わって参戦ウェットとなったこのレースでは路面状況と多くのリタイアにも助けられ優勝したダニペドロサについで2位でフィニッシュしたこの年他のクラスも合わせて表彰台に上った日本人ライダーは彼のみであった愛称は 中須賀さん。2011年のモートジッピー参戦時に、ヤマハから出された英文リリースが初出と言われているが、その後日本国内のファンの間で定着した。また英語圏のメディアの報道でも、以後、中須賀さんの表記が多く使われており、国を問わず故障が定着していることが伺える。妻は、鈴鹿サーキットクイーン29期生だった山本佳よ子で、 2009年3月に入籍し、同年9月に第一子が誕生。2010年11月23日に行われた、挙式には、大川正人、武田祐一、成田助なども参列したという。現在は全日本ロードレースに参戦する傍ら、ヤマハのモートジッピー、テストライダーの役割も果たしている。ありがとうございます。